どうですかね、たくさんあるのかな。まあでもそのここで2万人のサポーターの皆さんの前でやるっていうことに価値があると僕は思ってますけど、そうですね、まあ今のホームゲームでも十分すぎるほどの声援はいただいてるし、その力が今年のホームでの強さにつながってると思いますけど、まあ、もっと来てほしい、来てもらえるようなチームになりたいって思いで日頃からやってますし、たくさんの人にね、こう実際にスタジアムに来て試合見てもらえるっていうのは選手にとってはすごいやりがいになるのかなと思います。いやー、分かんないですけど札幌の時かもしれないですね、高3の時かな、その J 昇格がかかってる最終戦だったかな、それが4万弱ぐらいだったかな。いや、高3だからもうあんまそんな考える余裕もなかったというか、今考えたらすごいなかなかない舞台での経験をさせてもらったなというふうに思ってますけど、僕自身というよりもチームのその一体感とか強い相手にひたむきに全員でこう挑んでいく、そういう姿勢っていうところ、そういうチームのつながりだったり、あんまりこの俺のこのプレー見てって言ってそのプレーできなかったらちょっとなんかあれなんで、それもやっぱチームのそのそういう姿勢だったり、スタジアムに実際に来ていただいたその雰囲気だったり、そういうものも含めて一日というかね、その時間を通していい思い出になってくれたらいいなというふうに思いますけど、山岸選手の、まあ、プレーも何でもできるし、まあ、やっぱり屈強なねセンターバックの選手相手に常に体張って戦ってくれてますし、上手なプレーもできるし、泥臭いプレーもできるし、ゴールも決めれるし、アシストもできるしって、あんまりね、その何か一つに特徴が浮かばないぐらいいろんなことができる選手だし、ビジュアルもいいし、まあ彼がねゴールを決めてみんなで山ピースしたらいいんじゃないですか。まあどうですかね、オフザピッチはすごい陽気で明るくてみんなとコミュニケーション取りますけど、なんかピッチ入ったら結構淡々とっていうとあれですけど、仕事に集中してるというか、多分周りもしっかり見てるんでしょうけど、僕はどっちかというとその逆なんで、オフザピッチだとあんまりこう静かにしてるタイプなんで、まあでもお互いにやっぱりねチームを思う気持ちだったり、サッカーに対するその考え方とか年齢も重ねて、それぞれがいろんな経験をしてここに30歳で、ね、っていう年齢になって、言葉交わさないけど、まあ、お互いにこうリスペクトし合えてる関係なのかなと思います。強いですね。やっぱりこうコンビネーションもあって、一人一人のこのレベルも高くて、チームとしてのそのスタイル、アイデンティティみたいなものもしっかりと確立されていて、素晴らしいチームだなと思います。まあ今までやってる通り、全員で攻守にあたってハードワーク、それが強いチームに通用するってことを今年は自分たちも証明してきてるつもりだし、ただそれができないとやられてるっていう事実もあるんで、いかにチームとして戦えるかっていうところが大事なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。